なぜ戦国大名は上洛したがるのか、上洛のメリットも分かりやすく解説。戦国時代のドラマなどでおなじみのキーワード、上洛。どういうわけか戦国大名は猫も杓子も上洛をしたがるように見えます。でもどうして戦国大名は上洛したがるのでしょうか。そもそも上洛して何の得があるの、上洛を望まない戦国大名がいたの。今回の初めての三国志ではみんなが大好き上洛の真実についてわかりやすく語ります。そもそも上洛とはどういう意味。上洛とは簡単に言うと、地方から天皇のいる日本の中心京都に上ることを意味します。あれ、それなら上京でもよくねと思うでしょうが、実は上洛の洛とは唐の時代の中国の中心都市だった洛陽のことなのです。つまり平安京を唐の洛陽に見立てて風流を気取ったのが上洛の語源なんですね。びっくり事実、室町時代には大名はほとんど上洛していた。時代は下って室町時代、幕府が京都の室町に開かれると、足利将軍はほとんどの守護大名に上洛を命じ、京都に駐在することを義務にしていました。これは地方に守護大名を置いておくと守護同士で結託して幕府に反旗を翻すのを阻止するためと、謀反を討伐するときに京都に守護大名がいると動員をかけやすいという意味があります。こうして守護大名は領地と京都を往復する不自由を強いられ、次第に自分が上洛する間に領国の運営を任す守護大を個人的に選任するようになります。ともあれ室町時代には大抵の守護大名は上洛し、足利将軍の近くに仕えていたのです。応仁の乱で守護大名は京都から去る。しかし1467年に勃発した応仁の乱で事態は一変します。東軍と西軍に分かれて戦った守護大名ですが、戦いは11年の長期戦になり、京都は焼け野原、おろおろするだけで混乱を収拾できない足利将軍の権威は著しく低下したのです。すると応仁の乱とは無関係に、よその守護大名の領地を奪おうという泥棒守護大名が出現します。ひゃっはー、今は弱肉強食の時代だぜ、取られるやつが間抜けなんだよ。このようなひゃっはー守護大名が頻発したばかりか、守護大名が領国経営を任せた守護大にも黒人領主と組んで主の領地を私物化する動きを見せる不届き者が出てくる始末。冗談じゃない、京都などにいられる時か国に帰るぞ。こうして室町将軍が課した在京の義務を無視して領地に帰る守護大名が続出し、京都からは守護大名がほとんど消えてしまったのです。明王の政変で将軍は無力化。一方で守護大名が消えた京都では、三管領の士族である山城の国守護畠山政長、尾張の国守護司馬義弘などが残留し、足利将軍主導で幕府秩序の回復を図ります。しかし将軍主導で近江や河内遠征の途中留守にしていた京都で、官僚細川政元がクーデターを引き起こし、畠山政長は廃止、司馬義弘は越前回復の夢を絶たれて政元に屈服、将軍足利義胤は政元に幽閉され、新たな将軍足利義澄が政元主導で擁立されます。さらに将軍の軍事力であった方向衆も解体されました。これにより将軍の軍事力はほぼゼロになり、天皇同様に庇護される駒の存在に落ちぶれてしまうのです。将軍を擁して上洛するモデルが完成。幽閉された足利義胤は伊豆に流されることを知り恐れて脱出、やがて諸国を放浪していくようになり、自分を庇護してくれる戦国大名を求めます。そして明王8年、義胤は山口に大内義興を頼り庇護されました。ついで永正7年、反将軍と呼ばれ絶大な権力を振るった細川政元が後継者問題で暗殺、これを収拾した細川住元が後を継ぎますが、混乱により細川慶長家は分裂します。この機に乗じて山口の大内義興が元将軍足利義胤を奉じて号令を発し上洛を果たします。
この上洛には周辺勢力も応じ、義興は再度足利義胤を将軍職につけました。結局大内義興は両国の山口で問題が起き、京都から引き上げることになりますが、以後力を失った将軍を有力な戦国大名が担ぎ、天下に号令するというモデルが完成したのです。足利義昭を奉じて上洛した織田信長も大内義興をモデルケースに上洛したことがわかりますね。上洛メリット。上洛は将軍を要していなくても実行することで戦国大名にいろいろなメリットがあります。例えば将軍に幕府の官職をもらったり、天皇に朝廷の官位を受けるなどして地位の高い肩書きを得られると、周辺の戦国大名に対し優位に立てます。例えば越後の長尾景虎は2度も上洛して関東官僚の地位を保証されたり、美濃の斎藤義達は幕府の4職一色姓を名乗ることを許されて織田信長よりも地位で上に立ったりしていますし、信長も上洛したことが記録されています。ただこれらのことは相応のお金がないとできないので、あまりに京都から遠かったり途中に当選簿している敵が多い戦国大名には上洛を諦め領国経営に専念するものだって多くいたことが分かっています。どんな戦国大名も上洛を夢見たわけではないのですね。江戸時代の上洛。徳川家康が天下を取って江戸に幕府を開いてからも、秀忠や家光までの将軍は将軍宣言を受けるために京都二条城まで上洛していました。しかし由井正雪の乱後、幕府の政治が盤石になると将軍は上洛しなくなり、朝廷の使者が江戸城で将軍宣言を取り行う逆転現象が生じ、以来幕末の14代将軍の徳川家茂まで200年以上上洛は途絶えます。逆に言うと14代将軍徳川家茂の上洛は江戸幕府の力がもはや朝廷を頼らないとどうにもならないほどに衰えた象徴的な動きでもあったのです。戦国時代ライターカワウソの独り言。つまり上洛とは、1、上洛陽という中国風の気取った呼び方であり、単に京都に登ることを意味している。2、室町時代にはほとんどの守護大名が上洛していた。3、応仁の乱で領地が心配になった守護大名は京都から消えた。4、明王の政変で将軍が無力になると実力を持つ地方の戦国大名が将軍を庇護して京都に上り天下に号令するという意味に変化した。このように考えることができるでしょう。